どこで泳いだら原子力発電所が立っていた。サンバリわかんねえ、何のため狭い日本のサマータイムまで出てる。東海地震もそこまで来てる。だけどもまだまだ増えていく。原子力発電所が立っていく。さっぱりわかんねえ、誰のため狭い日本のサマータイム。税金取られ、ダーマのバカンス田舎へ行けば、37個も立っている原子力発電所がまだ増える。知らねえうちに漏れていた呆れたもんだな、サマータイム。からいらっしゃいました中井戸玲一さんの感想です。そこまで来てる。ブンブン、あんたもこの頃抜け毛が多い。ブンブン、それでもテレビは言っている。日本の原発は安全です。さっぱりわかんねえ、根拠がねえ、これが最後のサマータイム。危ねえぞ。